草も木も花も命が一番美しく燃え立つ頃、これがバガナスで、そのバガナスに子どもの読書習慣があるんですよ。子どもの心の中にもね、とっても大切な、今にも大きくなりたい大きくなりたいっていう命やエネルギーがあるでしょ。そのエネルギーに大きな花を咲かせてほしいと願ってできたのが子どもの読書習慣です。そして子どもの読書っていうのは毎日毎日習慣がつかないとできないよ。いいよ、来年読むから、いいよ、来月読むから、いいよ、もう少し大きくなってからではダメなんです。もうちっちゃい時から、本当にちっちゃい時から絵本をほら手に取って、あそこにある絵本を取って絵を見るだけでもいいし、だけど本当はね、日本で児童文学の神様と言われている松岡京子先生という人があります。子供の本を知ってる人はよく知ってると思うんですけど、この先生が言うにはね、子供を幸せにしたいと思うんだったら、大人にできる一番大きな贈り物の一つは子供に本を読んでやることって言ってます。子供に幸せになってほしいと願ったら、子供に本を読んであげてください。テレビに読ませたらダメですよ。 CD に読ませてもダメですよ。自分の声で子供と向き合って本を読んであげてください。そのことの願いを込めて子供読書習慣というのがありますので、今日は本当に子供と本が好きな、ここにいる馬鹿に近いぐらい子供と本の好きなおばさんたちが、もう何十年とボランティアでこの子供読書習慣や文庫祭りというのをやってきてます。この会に集まってきた皆さんも本とつながって幸せになってください。はい、一冊をこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。